はい、チャオ、亀岡です。今日はね、週末特別編ということで、このね、えー、日経平均が9月中旬からですね、今日現在に至るまでに約3000円近くですね、急落をしているんですよね。このトップからとてことになりますけども、9月の15日から、まあ、10月の、まあま、10日ですかね。今日がちょうど8日なので、まあ、来週10日ぐらいにかけて、ま、あ反発するかどうかわからないですけどね。連休明けはね、約3000円、ま、あ最大下げてるということで、 ま、当然ですね、えー、皆さんの持ち株もですね、大きな含みゾーンを抱えたりとか、まあ、ロスカットをしたりとか、まあ、ポートフォリオを組み替えたりとかしていると思います。まあ、僕はですね、どちらかというと、このチャンネルで話してきた通りですよ。玉乗せといってですね、割安になった銘柄をですね、さらに玉を入れてですね、平均値を有利にする、いった戦い方をしています。まあ、そうした中でね、えー、この大きな急落局面で、有利を株だけでも、 チャートをですね、割安の位置まで下げているってですね、そんな銘柄をですね、今日は特集という形で、皆さんにね、シェアしていきたいなと思っております。まあ、特に僕の場合ですね、玉の背をしているんですが、今日紹介するのは、まあ、玉の背をしたりとかね、そういうことをしていないと。まあ、ここからですね、動くんであれば動きたいという銘柄だけを特集してますので、もちろんね、えー、スタートラインと言いますか、えー、状況は皆さんと同じということになりますから、 ま、来週以降ですね、さらに下がってきたところを買うであったりとか、あとはね、皆さんのエント,ロエントリーポイントまで近づいたら、まあ、狙ってみるとか、まあ、そういった形でね、えー、皆さん内に戦略を立てて参考にしてもらえたらなと思っております。僕もね、えー、この10月大きく今日紹介する銘柄ですね、下がってきたら、まあ、キャッチしたいなと思っていますので、もちろん、すぐ置けばね、えー、儲かるというわけではありませんし、あとね、えー、まあ、株式投資は自己責任になりますから、 そのあたりはね、皆さん考慮しながら聞いてもらいたいなと思っておりますと。で、まず一つ目ですね、この大きな急落暴落局面でですね、大きく値を下げた銘柄ってことがありますけども、まあこれはね、いろんな、まあ、メディアでも騒がれていますので、まあ誰もが知っている可能性がありますけども、JR 東海さんですね、うん、株式分割をね、つい最近しまして、えー、5分割ですか。 まあ、油もね、えー、非常に今充実をしていて、えー、非常に注目を浴びてるんですが、この割安局面でですね、えー、大きく日経平均が下がってますけども、非常にですね、株価を下げてるんですよね。ナイアガラかと。ケゴンの滝かと。うん、まあ、ケゴンの滝はね、えー、僕も修学旅行の時ですね、えー、小学校の時行きましたけども、うん、まあ、そのぐらいの勢いで大きく綺麗に下げてますよね。 ただですね、この200日動平均線のところでようやくコツンと底打ちしたように見えますし、まあ、実際にですね、えー、本当にコツンと音をしているようなですね、そんな底打ち感が見られますあくまでもテクニカル上となりますけどねなのでこの辺りの200日動平均線が意識して、えー、今ね、えー、買い戻されているとするとですよ、さすがにちょっとね下げ、えー、すぎ感もありますしやはりね、えーまあ 自動車ででははなくて、この場合は、ね、鉄道ですね。まあ、コロナが終わってですよ、インバウンドも増えて、まあ、中国人は、ね、それほど来ていないとなぜかというと中国政府ねどちらかというと国内の旅行を優先させたと言われてますよね、今回のです、ね、10月なので本来であれば、ねまあ、日本に来てはいるんですけども、まあ、予想されるは大きくなかった。 ただ一方でね、えー、他の欧米であったりとか、えー、アジア諸国からですね、えー、たくさんのインバウンドが来ていますので、当然ですね、この JR 東海、まあ大阪と日本のね、えー、東京をつなぐ大動脈になりますから、まあ実際はですね、えー、売り上げはこの後ですね、えー、伸びていくということも、 予測されると思いますし、いいまあ、好調ですよね。うん、まあ、日本を代表する鉄道銘柄といってもいいんじゃないですか。ここまでね、下げている理由って、まあ、結構あまりいい、まあ、理由がないと思われますので、まあ、この底打値感をね、期待するという人は、まあ、いろいろご自身で調べてみてもいいんじゃないかなと思っています。僕も注目しています。ちなみに持ってないですからね、えー、そこを中心に話していますから、だがスタートラインは皆さん、今回ね、の動画の中では、 フェア同じ位置ににあるとということになりますでね、株式分割ってことでね、しかも今後のですね、NISA の始まりとともにですね、買いやすくなるようにですね、5分割をしてきたということでね、もうこれは終わってます。確か10月1日にやったのかなと思いますから、ただね、買いやすくなっているというところもね、今後、まあ、最近だとね、 どこだったっけ日本優先じゃなくて。もうこれね、アドリブで全部撮ってますからね。えどっかやりますよね。え株式分割。確か、あー、どこだ忘れた。忘れちゃいました。ま、かなりね、あ NTT かな ?NTT だったような気がします。間違えてたら申し訳ないっす。いやいや、このアドリブ感がいいじゃないまるで、まるでですよ。ライブのようですよね。うん。 まあそんなことを意識しながら話していると嘘ですよ。ごまかしですけどね。ということでね、えー、まあ株式分割も好きなので、まあこの辺りがね、買いやすくなったってところでも、まあ注目を集める可能性がありますね。あと、優待銘柄ってことはね、書かれて先ほどありましたけども。僕はマネーでもね、株式投資においてはね、優待ってそれほど意識しないんですよね。たまたま送られてきたもので、あ、これも、これも優待だったってことだよね。えー、まあそれで、いろいろね、えー、まあ美味しいお肉をいただいたりとか、 えー、洋館とかね。えー、あとは、まんじゅういただいたりとかしてますけども。あと、イオカードね。<laughs> イオカードもらったりとかいまだに使ってなくて、財布に溜まってますけどね。5、6枚ね。うん。まあ、本とかにね、えー、の購買で使おうかなと思っていますけども。まあ、ね、はい、なんか、えー、優待もね、えー、非常にいい良いというふうに書かれていましたので、この株式優待制。本当かなまあ、あ何がもらえるんですかね。まあ、この辺り詳しい方がいたら、ぜひね、えー、コメントで教えてください。調べとけよっていう。<laughs> まあ今日はね、そんなノリで行きたいなと、週末なのでね、まあ、今日もね、えー、ちょっと朝、いろいろね、自分のプライベートの、えー、ことを終えて、えー、今、撮ってるということになりますね。でね、えー、まあこご分割でね、いろいろ株式のですね、えー、投資単価を引き下げて、まあ、なるべくね、個人投資家に買ってもらおうというですね、えー、そういった戦略を立ててるということで、まさに NTT さんとね、えー、同じいい、まあ、方針を打ち出したと。 ということになってますねで売り上げの方も当然、コロナ時期はね、えー、皆さん、えー、使うので、ねえー、鉄道控えましたのでこれは JR 東海だけではなくて、まあ、西日本とか、えー、当然ね、えー、東日本もね僕も関東に住んでますけども,も同じような形で売り上げを下げてきましたが一方でねコロナが終わって、えー、2023年そして20 2024年とですね売り上げを拡大させる傾向にあります。まあ、理由はねも、えー、もう何度も話せる通りインンバウンド としてまあ、JR 東海であればね、えー、大動脈として、まあ、京都から東京とか、まあ、必ず使うると思いますし、それ以外にもね、出張であったりとか、あと国内旅行ですよね。日本人そのものの移動も、おまあ、通常モードに戻ってきていますから。まあ、それによってですよお、まあ、コロナ時期はね、えー、赤字に転落しましたが、今はね、復、え、調、ー、という形で、最終益もお、一株益も伸ばしていますから、まあ、これはですね、えー、今後のですね、売り上げがよりいい、まあ、底堅く、 動いていくんじゃないかなということは期待できると思っていますね。あと、利回りも0.82ということで、まあ、利回りはね、ちょっと、配当利回りはちょっと低いですね。ただまあ、今回の、急落によってですね、多少は利回りも上がってくる可能性があります。あくまで可能性ですけどね、減配すらダメですけども。まあ、この辺りを鑑みてね、あとは皆さんの方で調べてみてくださいと。で、ちなみにね、今回2銘柄も、えー、同じセクターでご紹介しようと思うんですが、別に JR 東海だけはですね、 今回の日経平均の急落暴落でですね、難聴になってるではないんですね。今、救急車も来てますけども、救急車も応援という形でね、このサイレンですね。もう最近はそういう形でポジティブに捉えようと思ってます。だいたい撮り始めると救急車が通るっていうですね、この高頻度ってますね、高確率は結構自分でもですね、すごいなと思っているところですけども、えーね、この JR 西日本もですね、まあ、ほとんどの鉄道銘柄下げているんですが、こちらもですね、 まさにナイアガラという形でね、えー、株価を大きく急落させています。6600円からね、5800円ということで約1000円近くですね、株価を下げてるんですが、同じような形で200日移動平均線までね、えー、下がりましたので、このあたりでね、一応底打ち、前回もしてますから、まあそこ打ちする可能性があるんじゃないかということで、 えー、注目をしているてことこになりますねもちろん僕も保有してないので、えー、もしね、えー、この後、良い決算とか、良い動きが出てきたら、まあ、そこを時間を見ながらね、いろいろ考えていってもいいんじゃないかなと思って、もちろん慌てて購入するってことはないですけどね、えー、この後、皆さんに特別動画としてね、もう一本撮ろうと思ってますが、やはりイスラエルと、ね、ハマスの、ねえー、争いといって言いますかね、戦争もちょっとね、きな臭くなっていますし、えー、そのあたりをちょっと様子を見てから、 まあね、いろいろ戦略を立てていきたいなとは思っています。あとね、JR 西日本はね、この鉄道を育成するスマホゲームってことでね、えー、ソダ鉄っていうのをね、えー、今回リリースするってことを発表しましたので、まあ JR 西日本の車両200種以上がモチーフってことで、200種か、すげえな、ということで、まあね、このあたりの、まあ、力の入い具合というのもね、面白いんじゃないかなと、シンカリオンじゃなくてね、 えー、西日本のこういうマイナーのものをねチェンジさせるって言いますか育てていくっていうゲームらしいので まあね、えー、鉄道オタクだけではなくてね、鉄オタだけじゃなくて、えー、他の人たちもね、注目をしてもいいんじゃないかなということで、このゲームアプリもね、合わせて紹介しました。で、売り上げの方もね、当然、えー、先ほどの東日本と同じような形で、コロナ期を終えて、えー、伸ばしていると、売上高最終益ですね。そして、一、えー、株益も伸びていますので、順調にですね、まあ、このあたりもまあ交換できるんじゃないかなということでご紹介しました。 そしてね、えー、3つ目の銘柄になります。こちらがサンリオさんですね。サンリオさんもね、えー、大きく売り上げを伸ばしてきたんですね。ここまでね、まあ、ライセンスビジネスが強いってことで。またインバウンドによってね、えー、アジア、各国もし、もちろんね、欧州などでも、えー、キティちゃんとかね、非常に人気がありますから。まあ、このあたりでね、えー、コロナ後ですね、売り上げを伸ばしてきたんですが、一応二段下げてですね、株価を下げて、このね、サンリオさんの場合は、えー、サンリオの場合はね、 今、75日移動平均線で、底打ちの一応動きが見られると思いこなりますね。もちろん、この後ね、日経平均に断兆になって、さらに下がってくれば、まあ、三段下げっていうことになると。そうなると、この6000円のあたりまでね、えー、目指して下がっていく可能性はありますけども、この200日がね、上がってきますから。まあ一応ね、えー、まあ一つ目の底打ちポイントとして、テクニカル上、まあ見ても面白いんじゃないかなということでご紹介しました。 で、これね、先ほど話した通り、えー、第一四半期ですね、売り上げを46%増と、営業益もね、150%増ってことだね。これ人流の活性化ですね、コロナが終わって、まあ、テーマパークへの客数も伸びたりとか、あとはね、国内店舗の売り上げが伸びてるってことなので、当然、まあ、アジアとか、欧州からのインバウンドの人たちがですね、可愛い,いキティちゃんですね、を、もうこぞって奪うように、 買ってる可能性があると。見たことないので、僕はね。えー、キティちゃんの食堂か。生まれてからいつも行ったことないんじゃないですかね。いないんじゃないかなと思いますね。まあ、ディズニーストアだったらね、えー、何度かありますけども、キティちゃんストアは行ったことないですね。まあ、そういった形では、まあね、注目にされるんじゃないかと。 ということでご紹介します。売り上げね、そういった意味では、えー、2023年から2024年にかけて、倍々ゲームを伸ばしてますね。2021年に比べると、約2倍売り上げを伸ばしてますし、同じような形で、確かにね、えー、コロナ禍に比べると、一旦マイナスに落ちてますから、まあ5倍、6倍近くですね、えー、最終益も伸ばしていると。そしてね、一株益も、も当然同じような形で、どのくらい伸ばしてるんだ、これは。えー、結構伸びてますね。 100倍って言っていいのかなこういった場合はね。えちょっと、このあたりの、あまりの伸び方が半端ないので、100倍って言っていいのかどうか、ちょっとさ、ただ、定かではないのでね。皆さんの方でもいろいろちょっと調べてみてもらえたらいいんじゃないかなと思います。これ、マイナス47から148だと、100倍って言っていいのかなちょっとまあ、なんとも言い難いですけどね。まあ、その前がね、2倍だった、2パイ、2, 2ポイントだったので、まあ、そう考えるとまあ、そうですね。まあ、50倍、60倍とか言ってもいいのかもしれないですね。 あとね、最後、四つ目の銘柄ですね。こちらが、スミットも大阪セメントになりますね。こちら、利回りが、3. 3.7%ということで、えー、まあ、結構高配当と言ってもいいんじゃないですかね。株価の方が大きく、で今回の、急落暴落前までですね。つまり、8月上旬ぐらいまで株価を伸ばしてきて、そして、えー、この8月もでも、中旬ぐらいから崩れてますね。 で、一段下げ、二段下げ、もう三段下げのトレンドに入ってますから。まあ逆を言えばね、底打ち感が乱れる、そんな、えー、テクニカル上のポイントまで来てるんじゃないかと。で、200日移動平均線もね、えー、割ってきましたので、まあ一旦の反発期待ができると。そう考える投資家がいたらですね、いろいろご自身で調べてみてもいいんじゃないかなと思います。で、住友大阪市ンとはね、半導体装置部品などにもね、力を入れてまして、今後は生産性を2倍にしてくるということだよね。 えーまあ、この辺りの,おそのセクターですよね。注目セクターというところでも、国を挙げて半導体装置とかね、えー、施策って言いますかね、国益として、えー、行おうとしてますから、まあ、そこにね、えーまあ、その参入してると言いますか、えー、投資をしてるというところもね、事業としてね面白いんじゃないかなと思っています。で売り上げの方もですね、えーまあ、コロナ、えー、後のですね2022年に、えー、売り上げを下げましたけども、まあ、それ以降はですね、えー、また着実に、今 コロナ前まで、えー、順調に伸ばしてきてるってことで、まあ、ちょうど今年ちょっと赤字に転落したんですね。営業益そして最終駅ともに赤字に転落をしましたが、まあ、これもね、実際に IR 情報とか見たら、もしかしたら半導体装置部品をですね、えー、これだけ生産力を高めようとしてきてましたので、えー、まあ、設備投資であったりとか、まあ、工事をね、新設したりとか、まあ、あとそういった人材ですよね、を、まあ、こう配置変えたりとかと、そういうところにお金を使っていた可能,も可能性もありますからね。 えーまあ、そのあたりを今後ですね、えー、金,の金のなる木に積極投資をしていたとすればですよ、今後売り上げを伸ばしてくる可能性もありますし、まあ、実際に2024年はね、強気のおまあそういった予想を打ち出してきてますから、えー、売り上げもですね、えー、最終益も、えー、一株益もですね、えー、それぞれ、えー、順調に回復していくという予測、これがですね、仮に会社の方針、まあ、計画が、まあ、そのままですね、通りいけば、 え、株価の方にも反映されてくる可能性もあるんじゃないかということで、まあ、このあたりのね、えー、三段下げあたりが、ま、そ打ち感が期待できるかもしれないってことでね、ご紹介しました。ということでね、今日はチャートが、まあ、ま、えー、そこ割れをして、大きくね、下がってる銘柄だけを特集して紹介しましたが、あとはね、ただもちろん、下げているのは下げてる内容の理由もあると思いますので、皆さんの方でね、えー、IR 情報とか決算情報ですね、あとここに,にはないようなね、えー、それ以外の情報なども調べてみて、ご自身の判断でね、 考えてみてもらえたらいいんじゃないかなと思っています。ということで、今日は以上になります。高速で。